皆さんこんにちは。梅雨も明けて、いよいよ夏本番となりました。この季節やはり気になるのは紫外線なので、美白しなきゃと思う方もすごい多いと思います。しかし紫外線はシミの原因を作るだけではなくて、肌の奥底まで攻撃をしてたるみの原因にもなります。はい、なので今回はお家でできるたるみケアをご紹介したいと思います。で、今の時期とっても湿気も強いので、お顔のむくみ対策にもすごく効果的なので、ぜひ一緒に行っていきましょう。今日私が使うのはこちら、スエのアルガンナイトクリームです。こちらアルガンオイルがたっぷり配合されていて、ビタミン E 効果でお肌がもちもちになり、リフトアップ効果も期待できるクリームとなっております。では早速スタートします。まずたるみといえばほうれい線です。ここが濃くなると老けて見えますので、ほうれい線のケアからしていきます。まずはここにある筋肉をリフトアップさせていきます。クリームを塗って、ここからもみあげにかけて、流していきます。こんな感じにクリームを取って塗っていき、これをこのように伸ばしていきます。お顔なのですごい優しく流してあげてください。強すぎると逆にダメージを与えてしまいます。これ30秒ぐらい行っていきます。ほうれい線から頬骨の下を取ってもみあげに流します。続いて先ほどほぐしたこの筋肉の上のこの部分をリフトアップさせていきます。今度はほうれい線からこめかみに向かって流していきます。こちらも優しく流していきます。30秒ほどこちらも行っていきましょう。最後に顎ラインです。ここはとっても老廃物が溜まりやすくなっている場所ですので、しっかり流しましょう。このような感じの指を使って顎から耳に向けて10回流していきます。では塗っていきます。はい、これでお顔のほうれい線のケアが終了です。片側が終わったらもう片方も同じようにケアをしていきましょう。今日は、まずこの片方だけ全体的にやっていきたいと思います。続いて全体をリフトアップさせるために頭皮マッサージをしていきます。顔と頭の皮膚は一体となっています。頭全体を考えると、頭皮がやはり占める割合が断然多くなってきますので、頭皮マッサージをすることはリフトアップに必須となります。ではまず耳の横の頭皮を持ち上げるようにでほぐしていきます。指の腹を使ってほぐしていきます。で、生え際から、徐々に上の方に移動しながらこのように持ち上げるようにほぐしていきます。はい、では耳の横が終わったら次は後頭部になります。後頭部は生え際から中央に向かってほぐしていきます。このように生え際から中央に向かって指の腹を使ってほぐしていきます。頭皮マッサージなんですが、耳の横、後頭部合わせて30秒ほど行っていきます。はい、ここまででどうでしょうか。
で、マッサージしてないこっち側に比べて、こっちの方はだいぶなんかスッキリして少し上がってきたような感じがします。マッサージだけでも効果的なんですが、お顔も筋肉ですので、お顔のストレッチをしてあげるとより一層効果的になります。お時間があれば一緒に行っていきましょう。まず、口を大きく開けて、あー。その後、口を小さくして、うー。次に、口角をしっかり上げて、いー。その後また同じく小さくして、うー。これを1分ほど繰り返します。次に、舌を使って、ほうれい線を中から押していきます。片方10回ずつ、計20回行っていきましょう。最後は、舌で歯の表面をなぞるように一周させます。これを10周行って、10周終わったら反対側も10周行っていきます。はい、終了です。地味ですが意外と辛いストレッチです。はい、では最後にここの部分ですね。しっかり伸ばしていくこともリフトアップにつながります。頭の上に手を置いてこのように気持ちいいところまでストレッチさせましょう。肩上がらないように気をつけてください。少し頭を前に倒したり、後ろに倒したりして気持ちいいところをぐーっと伸ばしていきます。はい、これで全て終了です。だいぶすっきりしたかなと思います。このお顔のストレッチはもうとにかく何かテレビ見てる時とか時間がある時にながらでやってあげるともう本当にリフトアップ効果になるので、ぜひちょっとの時間があったりとかなんかながらでできそうな時はしてみてください。今日はアルガンオイルが入ったクリームも使ったのでお肌がもちもちしています。ぜひこういう使うものもこだわって使ってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。まだまだ本当に紫外線強くなっていくのでしっかりケアをしていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございます。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。